良いお年を。はい、良いお年を。じゃあ今年のちょっと振り返りでもしますか、僕の。10万人達成は10月23ですね。まあでもこんぐらいか、今年の目星エピ。なんか今パッとさ、記録ついてるやつペペペって見てたけど、2時3発とかやもん。まあ10万人突破と2時3発ぐらいやな。もう年変わんねんで、早いな。早くないか。長かったな。俺がアルセウス投稿したん今年やもん。だから全然早くない。で、俺思ってんけど、コダック。今年の最後にやり残したこと、それは命がいコダックを出すこと。いや、そうよな。なんかみんな出せ出せ言うから、ちょっとこれは出さなあかんよ。あと15分やって。やばい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 。年越してま。来年の抱負とか言っとく？今、再生数稼ぎたい人当たり前よ。再生取れないともう意味ないですからね、YouTube なんて。多分そうなんじゃない？僕はそんな思ってないですけどね。見てくれてる人が僕の動画で少しでも笑ってくれたら、もうそれでも僕は動画を作った意義があるんですけどね。というわけでよかったら再生してください。ただし、最近ショートで見つけたけどめちゃくちゃおもろいですね。これからお世話になります。はい、末永くよろしくお願いします。末永く何ですか。一生しますって言って2日後に消えた君、見てる？2日後に消える人もおるけど見てる？いいねんけどな。あいつ見ていついなくなってくれても僕はいいんですけど。はい、全然気にしないんで。わあはははおいおいおい、今年のやり残し来てしまった。ちょっと待った。あと12分で年明けるけど、2022年、ありがとうなコダック。5レベ弱すぎるだろ。5レベやから捕まえれるよな。じゃあで、これ置き土産せんよな。ちょやめろよ、ひっかく。ああもうどんどんひっかいてください。あもう尻尾もどんどん振って、爆運持ちでしょなあ。2022年、あゲット。いやー、残ってた運全部使った。あと4分やって、やば。カウントダウン TV と並列してぜひ見てください、僕の配信。カウントダウン TV より優先してくれとは言いません。俺別に2番目の男でもいいから、君らの1番じゃなくてもいい。2番目でも3番目でもいい。カウントダウン10 9 8 7 6 5 4。お前で年越したくない。あははは、年越し。ちょっと待って、イッカネズミゲットしていい？どうしてもイッカネズミを使いたいんです、僕。かわいい。輪っかネズミやって。サンリオポケモンやん、これ。輪っかネズミで、四天王無双したろかなと思っとってんけど。ちょっと、チビなんだから早く入ってくれよ。この時間全部無駄なんだよね。ああ。なんか脅したらすぐ入ってくれた。ポケモンって脅し効くからな、結構。とりあえずこいつをレベル上げないといけないじゃないですか。ん？ごめん。積んでた。誰にも気づかれずに俺しれっと操作できんくなってた、今。なんでこいつ動かんねやろうって思ってたよ。実は積んでてん、俺。お、経験飴結構もらえたで。めっちゃもらえてるくない？やった。え、薬漬けにしたらいいんやったっけ？ちょっとじゃあ、薬漬けにするか、とりあえず。うん。よし。薬漬けで。46レベル！お前立派な一員やん。飴最高やんけ。ちょっと飴いっぱいゲットしに行かんな。わあ、L1個ありがとうございます。あ、M もこんなにいいんすか？はい、じゃあ、輪っかネズミはバトルでレベルアップ。オッケーオッケー。なんかちょうどいいカモがおったわ。やば、幸せ卵持ってんのバレた。俺たちが幸せってことバレた。どうしよう。出たー。俺たち、幸せなんです。こっちが幸せだからって。悲願でんじゃねえぞ。来たー。はい、進化します。あ、それ3匹になったらレアなんですよね。レア進化来い。よし、1人になってくれへん？独身ネズミ、独身ネズミ、独身ネズミ。お前、子作りしすぎやって。専用技強い。おい、専用技いつ覚えるんだ？ 53？ アメちゃんが必要だな。で、俺正月からこんなアメちゃん集めてんだよ。ギャラドス。草テラスタルギャラドスとか普通に強そうじゃない？リュウマイとかな。やばいかも。あー、無限リュウマイだ。あー、まだ積むんだね。ほな、勝てるわけないやん、俺。ほら、なんか、お前たち出た瞬間に死んでる。俺もすぐそこに行くよ。お前ら全員生きてるな。
気合い入れろ、行くぞ。あお前たち野生がこんなに強いなんて聞いてません。僕ギャラドス集めたエネルギーを解き放った。あれこれやばい、あ死ぬかも。あバイバイみんな。52レベル。雨がなくなっちゃった。あ雨をくれ、俺に雨をくれ、早く雨をよこせ。いやなかなか戦えるレベルまで仕上がったんじゃないですか。今からペパー、そうだよな、今からペパーを潰すよな。強くなったリククラゲの姿をまず見せようか。なんなら持ち物とか持たせへん、そろそろ。銀色の綺麗な王冠、渡すと喜ぶ人もいる。渡しとこか。触手の先につけて遊んでるわ今。誰から？欲張りすから。オッケーオッケー、しびれごなで。お前ものしかかりで麻痺させるって戦法。オッケーオッケー、あとは俺が上からギガドレインで吸えば勝ちですよね。相手は削れる一方なのに俺はどんどん回復していくよ。あーよーし、タンマ満タンの薬で。タンマ一旦。お前は本当に何もできないな。それでいいよ、今照れてるわ。ボールの中で照れ屋やから、性格今ボールの中で照れてるわ。ネズミ山覚えたい。クソ強らしいです、ネズミ山。仲間たちがわらわらと集まってコンビネーションの攻撃を与えていく。1から10の間連続で当たる。なんと10回連続攻撃です、これ。え、リククラゲを繰り出そうとしている。お前リククラゲ使いやったん。あーこっち死んでます、なんか王冠遊びして死んでます。こっちちょっとミラーしたいな。キノコの方針、え、キノコの方針覚えんの、え、ずる。俺も欲しいな。先輩どうやってキノコの方針を覚えるんですか。あれ先輩、パワーウィップとかどうやって覚えるんですか。そんな。お、ハーブスね、分かってるやん、展開ってやつ。効果がない。え、リククラゲって草タイプなの。お前何してんねん、リククラゲ。しびれごな、なんか効果ないに決まってるやろ。何気だん、あ、お前ずっとボールの中であの王冠維持にしとけばええねん。あー、リククラゲってこんなに強いん、トレーナー次第で。おい、ネズミ山行くか、食らわさせてもらってもいいですか。初めてすんねん、ノーマルのテラスタル。あ、かわいい。かわいい、かわいすぎるって。いけネズミ山、10回当てろ、10回。まずは1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回。え、強さすがに強すぎん。広角レンズ持たせました。いや幸せ一家なんで幸せ卵持ってます。ほら、1回、2回、3回、あれ2回、3回、あれ3回。さっきの9回レアすぎるってな。あ、燃やされて急所、相手の方が運あったや。おう、あ、俺のサンリオ。お前サンリオに手出してどうなるか分かってないな。お前手際じゃない、今。終わった終わった。終わりですわ、あいつ。いつの間にかボロボロなんですけど。ルルルル。よし、お前のデビュー戦は。まあ、そういう時もあるよな、コダック。人には人の役割がある。今回は、お前の役目じゃなかったってだけで。あくび一回させてくれんかな。さあ、どんな技が飛んでくるかちょっとわかんなくて怖いんですけど、ちょっと、じゃれつくやめてー。はい、寝てください。はい、俺の勝ち。あくびが決まれば俺の勝ちよな。マフィティフ惜しかった。りょ、ありがとな。いや、こっちこそ、12,600円。ありがとな。仲間になりそうなやついたら声かけておいてくれよな。レジェンドルート。クリア、イエーイ。レジェンドルートクリアしました。戻す。なんかやっぱしっくりくんな、こいつおったら。じゃあ、今年もよろしく。おお。お前久しぶりやな、後年の。アルセウスから何も変わらんな。去年も1年ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。